フェデリコ・ファシオは、アルゼンチン・ブエノス・アイレス出身のサッカー選手。アルゼンチン代表。セリエ A スローマ所属。ポジションは、ディフェンダー、ミッドフィールダー。2005年8月にアルゼンチン・プリメーラビー・ナシオナルの、フェロカリル・オエステからデビューし、2007年1月に、スペインリーガー・エスパニョーラのセビージャに移籍した。2006から07シーズンの残りのほとんどを、カブチームである。 セビージャー・トレティコで過ごし、セグンダ・ディビシオン B 優勝とセグンダ・ディビシオン昇格を経験した。2007から08シーズンもセビージャー・トレティコに登録されたが、トップチームのハビナ・バーロが膝の負傷で離脱し、ジュリアン・エスキューデモ骨炎でチームを離れたため、2007年8月25日のシーズン開幕戦、ヘタフェ戦でトップチームデビューし、 その後もトップチームで起用されて重要な役割を果たした。2008年5月7日のラシン・サンタン・レール戦で初得点を含む2得点を決め、ラシン戦から3週間後のレアル・ベティス戦でシーズン3点目を決めた。本来はセンターバックであるが、どちらの試合も守備的ミッドフィールダーとして起用されている。2008から09シーズンは、 リーグ戦で3位に入ったが、わずかな出場機会しかなく、ポジションも定まらなかった。2009から10シーズンは負傷で離脱していた期間が、長く、リーグ戦の出場は10試合にとどまったが、ホームでのデポルティー・ボラ・コルーニャ戦で、ヘディングシュートを決めている。リーグ戦は4位に入り、コパデル・レイでは優勝したが、決勝には出場していない。2014年8月27日、 トッテナムホットスパーに4年契約で移籍した。2016年2月1日、セビージャに半年間のレンタルで復帰した。2016年8月3日、エースローマに買取オプション付きのレンタルで移籍した。レンタル料は120万ユーロで、特定のスポーツ条件を満たした場合に、有効な320万ユーロでの買取オプションが設定された。8月17日、 UEFA チャンピオンズリーグプレイオフの FC ポルト戦で後半にモハメドサラーとの交代で途中出場しローマデビューを果たした8月20日ウディネーゼ戦でセリエ、A、での初出場を果たした9月29日 UEFA ヨーロッパリーグのアストラジュルジュ戦でローマでの初ゴールを挙げた12月特定のスポーツ条件を満たしたため 買取オプションが行使された。2017年2月7日、アッコフ・フィオレンティーナ戦で、セリエ A 初得点を記録した。2017年7月16日、トッテナムは、買取オプションを行使され、ファシオが完全移籍したことを発表した。エウゼビオディ・フランチェスコが監督に就任した2017から18、シーズンも、コスタス・マノラスと共にセンターバックのコンビを組んだ。しかし、 ディフェンスでのミスが多発し、パフォーマンスは低下した。2018年9月29日、SS ラツ予選において、ローマでの公式戦100試合出場を達成し、この試合ではゴールも挙げた。クラウディオ・ラニエリ監督が就任してからは、自信を取り戻し、パフォーマンスも向上した。2007年に、FIFAU-20 ワールドカップで優勝した、アルゼンチン U-20 代表に、 不可欠な存在であった。2011年6月1日のナイジェリアとの親善試合で代表デビュー。2017年6月13日のシンガポールとの親善試合で代表初得点を挙げた。2018FIFA ワールドカップに出場するアルゼンチン代表に選出された。ありがとうございます。